どの2人の対戦なんだっていうカードになりましたけど、そうだね、ゴリオカホムヒカとケプトディリーコングということで、うん、横強攻撃からつかみ通るパニッシュメントレイ無理しないコンボ、うん、回避が優秀なんで反転空中シロ等でコンボを逃すよりは確定を取っていく。まあ、ディリーコングに対してのコンボちょっと難しいですからね。そうね、この辺は安定を取ってその後もターン継続につなげてる、うん、横強で暴れて N 回避に横スマッシュからの崖、素振りした狂気から、うん、しっかり見てます。空中前に確定反撃、崖怖いぞ、クエヌ通った、これとのでっかいですね、でかすぎますね、位置入れ替えコンボだ、上スマッシュ、ここは暴れに刺していった、まあジャンプ使いたくないですよ ね、 ね、ジャンプ使ってクエヌとか食らった後にあの腹筋の展開がジャンプ内腹筋は始まるので、確かにその展開は作りたくなかったと、姿勢を直したところに突き刺しました、うん、さあ無理をしないゴリオカホームランで光り、どこで切り崩す、反転上強、うん、いい選択肢、マネシメントレイまでアベレージヒット、まあ十分ですよね、正直、うん、横強攻撃、確かにね、下強ヒットから下スマッシュ、下強ヒットからもう一発下スマッシュ、命を取りにいっている、まあ、当たったらって感じですよね。そうね、確定はライトニングバスターとかいろいろありますけど、うんうんうん、それだと高めに飛んじゃうよってことで、うわよく2段見たな今の、ね、ダッシュジャクジャクに反応上スマッシュ、うん、ディリコングの上スマッシュもこれはにっこりでしょう、これはにっこにこです ね、 ね、ゴフレを使ってくれてありがとう、最大限発生の速さを生かしていきまし た、 下当たんないか、そうね、ちょっと前が遠いか、リターンアップを狙っていきましたがノックバック分でギリギリこれかかわしている、下強から着地狩り展開、ホームラーの撃墜力の数々が襲い来る、ただですよ、うん、ディリーコングのこのフレーム差で撃墜技を当てれるかですよね。そうね、ニュートラルの差し合いでホムラがディリーコングを捕まえきるっていうのはなかなか難しそうだ、かなり至難の技ですよこれは、たまらず光が出てくる、うん、光でターン取ってからですよねやっぱり、そうね、モンキーフリップ、いいベクトルなんですこれが、空中ニュートラルでジャンプ上がりも取ってる、うん、モンキーフリップを N 回ひでかわして、しかもスマッシュ、それしかなかったですね今の、しかもリンガリ中速がある分モンキーフリップの投げってちょっとかわしづらいはずなんですけど、そうですね、相当早めにその場回避してましたね。そうですよね、あの光ってあのリンガリ中速がある分回避の、うん、これも勝ったな、ダッシュ攻撃に上スマッシュ、そうね、掴みに対する無敵発生が若干回避が遅いから、だから結構あの投げに対して弱めのファイターっていう風にされてるんですけど、うん、その辺はちゃんと読みと反応でカバーしてますね。そうね、さあここも突き刺さるモンキーフリップ、ニュートラルの差し合いはさすがに仕方ない、きついよねこの技、ここは回り込み回避通って位置入れ替えた、ダッシュ攻撃、ホームラ登場、クーシャバッチリシールド、うわさすが仕込んでましたね、下りクエヌからコンボ、着地狩り展開怖いぞ、ジャンプは使わされたがクーシャから4に良い、空中ヒットはつながらないが空中シロー真上に飛びます、いや今の、いやこの展開の速さでよく当てましたね、ね、なかなか空中シロってこう空中前よりリーチは短い、うん、うん、まあ上下に広いみたいな技かな、うんうん、多分で吹っ飛びもいいっていう技なんですけど、あの世話しない局面でねリーチの短い曲をよく当てましたね。いやなんかやっぱりこう堀岡選手って、まあ、そのジョーカーメインっていうところもあって、うん、やっぱりこのジョーカーの印象は強いんですけれども、それであの早い展開を作って大技を当てるっていうところがそのやっぱりその彼の長所っていうところはやっぱりこのホームラン光でもこう遺憾なく発揮されてるような印象ですよね。どんなファイター使ってもプレイヤーの持ち味はそがれることはないと、うん、これすごくやばくない、大丈夫、あパニシメントレイ抜けているが大丈夫かな、もう一回パニシメントレイ、しかし 71% いっぱい食らったよ、うん、これを大丈夫と取るのが令和のスマッシュブラザーズ、上強攻撃武器判定、空中持続こちらも武器判定、しかし下強ちょっと怖いぞ、よく前ベクエンしたね今の、外側変更入ってました、なかなかね台風にいる相手から地上攻撃を食らうことなんて考えないんですけど、うーん仕込んでましたよね、うん、プレゼント復帰、うん、戻ってくるか、回避上がりの位置にはムメハニは残ってました、覚えてますか、空中で撃墜を取り切る、ダッシュ攻撃はもちろん2段ジャンプでかわして様子見様子見、うん、大優には付き合わない姿勢ですね。そうね、ホームラダンシング強力ですけど付き合わなければ怖いことはない、パチンコ先端がかなり安定しますからね、うん、クーシャ発生前
今のクースター出てれば確定してそうでしたけどね。そうね、梅埴輪を破壊しつつという選択肢だったようにも見える、うん、今のマジうますぎ。その場がりから投げを通して、うん、上りクーエヌの後付けに投げてきましたね、うん、ヒット確認をしたジャック三段は下側ずらしで途中で抜けた。ジャック暴れ、先に競り勝ってジャンプを止めた空中ニュートラル。パニッシュメントで広くてジャックさせます。もう決め切った、うん、今度は梅埴輪を攻撃上がり使わせましたね。やっぱりこの梅埴輪に対してはかなり困ってる印象ですよね、うん、どのように上がるんだっていう感じが目に取れています、ね、一定の攻略法がなかなか見つからない、うん、武器を攻撃、超広範囲をカバーするが、ここで暴れを通す。暴れ通りますね。もちろん釣り沢暴れはケアして復帰阻止を持ち込みたいが、後ろ投げ選択、フォトンエッジ見てて横綱低くね。かなりまずくね、これまずい。ダッシュ攻撃まずかったな。空中ニュートラル激痛ですね。激痛だ、うん、見事。いや、まあ、崖の読み立ち目立ちましたね。うん、なんかその本来まあ、大体埋める系のセットアップに対してはあれなんですけど、うん、大体ジャンプ上がりなんですよあれって。そうね、うん、確かになんですけど、ケット選手の今までのやり取りっていうところが出たかなっていうところですよね。そもそもホムラ&ヒカリって、うん、ちょっと復帰弱いじゃないですか、うんうん、だからこそジャンプ上がりにパチンコとか食らうのを避けたいんですよ。そうね、うん、っていう中でかなりこう意欲的にパチンコの先端部分というところを差し合いで使ってた、うん、っていうところもあって、ジャンプ上がりを抑制したからこその地上の崖上がりを選択させたとっていうところがあって、うん、崖で読み勝ったと。でかつ最後は最後で崖をもう捕まりたくないっていうフォトンエッジに対しても最大取ってきますね。そうね、まあ、崖周りの五稜郭選手の取ってくるタクは全てケプトの手のひらの上で誘導されているような感じだった、うん、まあ、2戦目というか3戦目は昇仙城ちょっと崖外が遠くなるが、パチンコから上京とかいう夢がつながっている。ドリームが見えました ね、空中ニュートラルから空中前つなげて、うん、もう一回ですね、下スマッシュに上京で取って空への入れ替えて、超いい選択だこれ、まずすぎる今の位置入れ替えコンボだ、うん、そう本来だったら空上なんですよ。空上が確かに状況的な意味での最大ですよね、うん、確かにね。そうだ、コムラ&ヒカリにとっては着地狩りよりも復帰展開が何よりも避けたい状況だ、うん、確定こそはなかったが空気としてリターンを取り切った。クッション割れて上強ですがガードカジ弱、的確な反撃、ノックバックも加味した。そのばかり通して回避も、でかいですね、これ、でっか、確定してなさそうだったけどな、回避の前突きとかで体出た気がするな。そうだね、静江が、まあ、ジャンプでも静江がシールド継続だったら多分当たってない、うん、と思うような選択肢でしたね。ただ上スマッシュをここで当てていった。今のすごいですね、その回避、うん、ケプト選手のターンと見せかけて、うん、ちゃんとそのなんかフリフレームはどこかで背負ってるんですよ。そうね、そのフリフレームをちゃんと把握してその場回避してましたね、うん、やっぱね、もうみんなね、昇仙城の左右台から降りるときは、うん、ジャストシール取られるものとして降りてるね。いやもう本当にそう、うん、みんな取りすぎなんですよね。そうだからこそ通るその場回避からの上京リターンを伸ばしている。空中に取られるから崖展開、パチンコ、クーエヌしっかり受け身ですね、うん、内側に潜りさえすれば受け身を取って戻ってくることができる。空中白はギリギリ撃墜はしない。上京にダイオルパチンコ通してプレゼント、しかし途中で抜ける、うん、ちょっと前が遠いか。ただこのシゼっていうファイターは意外とここからの撃墜遠いんですよね。そうね、これをこのようにその場回避が通ってからですよね。確かにね、なかなかね、ホムランド光ってとりわけ光は密着を作ってくれないファイターなんですけど、寄ってきたところにその場回避でうまく合わせましたね、うん、なかなかこう自分から撃墜ができるファイターではないので、うん、その辺はしっかり来させてから狩るっていうところをしっかり徹底してますよね。そうね、この崖はもう地獄ですね。横強攻撃の格差が出たような形、まあ、さすがに傘と天の聖杯ではまあさすがに傘が勝ってほしくない場面ではありますね、うん、その通りだね、傘に負けてほしくない。下投げ上 B 選択ですね、うん、いいダメージは入っている。ダッシュ攻撃横強に競り勝つが空中に打ったら畳技、上強く上着地狩り展開作った。上スマッシュはやり過ごしたが空車激強を狙っている。めくって空中に打たれる上りをヒット、プレゼント中距離を開ける
ミックスし、匂わせるが空前の全体フレームに差し返し、空中白の持続ヒットからジャンプを狙いすますようなパチンコ行って、地上べったり、いい選択、ガチいい選択、これ掴みで崩して空中へ、怖かった、移動回避で戻ってくるが崖展開、フレームノバから引きながらですね、何かありそうだったが、ここはダッシュ攻撃で確定反撃、空中ニュートラルで固めて読み合い、上強攻撃でギリギリ、空中前攻撃発生勝ちから弱固め、ジャンプの高さを生かして戻ってきた、おー、ルイーズシールドからよく手出さなかったね、今の確定なかったはずですよ、そうね、投げだけ展開を作ったが、着地から展開、上スマッシュをひとまずやり過ごして大折りから固め状況、パチンコ持続ヒット、モッパ持続ヒット、前ダッシュに匂わせたところに突き刺さるジャックが置いてある、このジャックがもはや撃墜が空中前コース、いやてかゴリオカ選手の撃墜技の振り方がずっと上手かったんですよ、そうね、そう、もうずっと釣り行動なんですね、はいはいはい、リスクがある